オープンキャンパスへご参加の皆さん、進学部に関する説明をご覧くださりありがとうございます。一橋大学長の中野聡です。一橋大学は2023年4月に国内で初めてとなるソーシャルデータサイエンス学部の開設に向けて準備を進めています。この動画では同学部の開設によって一橋大学の学びがどのように変わるかを端的にお話しします。同学部で養成する人材像や教育課程の特色、所属教員の紹介については別の動画をご覧ください。近年の社会自然環境の大幅な変化は、企業経営における情報化の急速な進展や国際競争の激化など様々な課題をもたらしています。本学ではそれらの課題解決に取り組むために大きく2種類の能力が必要と考えています。第一に、現実の社会から様々な課題を見出すとともにそれらの背景を正しく理解する能力です。そのような能力を育むためには、一橋大学がこれまでに研究教育を重ねてきた社会科学の理論を学ぶことが有用です。第二に、刻一刻と変化する現実社会の課題についてそれらの状況を迅速に把握する能力です。そのような能力を育むためには、一橋大学がこれから本格的に研究教育を開始するデータサイエンスの技術を学ぶことが有用です。一橋大学は伝統的に学部間の垣根が低く、学生は所属学部以外の学部が開講する専門的な授業のほとんどを自由に履修することができます。ソーシャルデータサイエンス学部の学生は学部の授業を通じて社会科学とデータサイエンスを共に学ぶことができますが、特定の社会科学分野についてより深く学びたい場合には4学部の専門的な授業をぜひ受講してください。また4学部の学生は各学部の授業を通じて特定の社会科学分野を深く学ぶことができますが、データサイエンスの技術も身につけたい場合にはソーシャルデータサイエンス学部の授業をぜひ受講してください。ソーシャルデータサイエンス学部の開設により、同学部だけでなく一橋大学のすべての学部において現実社会におけるさまざまな課題を発見解決し、より良い社会の構築に貢献できるような人材を養成することが可能になります。多くの方々が一橋大学を志望してくれることを期待しています。